皆さんこんにちは。ビザ JP カナダ移民コンサルタントの白石です。今日は2月17日です。先週予言っていうほどのことじゃないけど、予告したように、2月14日に、イミグレーションレベルズプランというのが発表にしたのを読みたいと思います。こちら。じゃじゃじゃん。今後3年間、どのぐらいの永住者を、カナダの国が入れる予定であるかという、その予定ですねを、示すのがこの、イミグレーションレベルズプランです。でこれは毎年向こう3年間のことを、発表するんですね。2021から23はどうなりますかっていう予想をこれ去年出したんですね。そして今年は、2022から24の向こう3年間をどうするかというのを出しました、移民局が。で、こちらね、弊社のこのニュースのページのここに載せた、まあ、これがね、もう一目でわかる。誰にでもわかりやすいっていう感じなので、ちょっとこれをまずお見せして、ちゃおうかなと思います。で、これが今回のプランのイミグレーションレベルズプランの、まあ、概要というか一番わかりやすくパパパと書いてあるものなんですね。で、一つずつ見ていきますけども、まず、去年2021年に、永住者この人数入れましたよというのが、こちらの文章の方でも。ここに書かれていますね。去年はどうでしたというのはここに書かれています。そして、もう一度この表の方に行く と、そのバックグラウンド、背景ですね。どういう背景で今回のこの2022、3、4の、数字が出てきたかということです。ここに書いてあるのがですね、このカナダの、レーバーフォースグロース。パーセンテージですね。それが、こちらの方にも、書かれています。そして、次。人は必要。働いてくれる人は必要なんですが、今、仕事の、仕事がですね、余っていますということですね。960000。こんなにたくさんの、仕事のオープニングがありますよということですね。これだけ仕事が余っちゃってるけども、働き手がいないのですよという、労働力が不足していますよということが、書かれています。で、またこっちの図に行くと、そして、今度は2030年までに、5ミリオンのカナダ人がリタイアしますよと言って、そうするとまた労働力がさらに不足しますよと、まあそういうこともここにも書いてあります。何しろね、ここに書いてあることがこの図になんか要約されている感じなので、まあ、ボリュームの英語を見るのが苦じゃない方はこちらの方を見ていただくととても分かりやすいのではないかなと思います。そして、経済の力、カナダの経済を強くするためには移民が必要ですよということを言っておりまして、だからそういうバックグラウンド、そういう背景がありますので、移民を増やしますよという話です。で、ここが、その、今後3年間こういうふうにしていきますよという表なんですが、詳しい表が、こちらですね。で、これが、その前の年のが、これ、ね。で、2021、2、3というのを、去年発表しました。その時には2022年は、全部でターゲットは411000の人数だったんですけど、これがね、ほら、ほらっていうか、増えてるんです。すごく、わーっと盛り上がったんですよ。これから3年間すごく永住者増やすんだって、移民増やすんだって、永住権取りやすくなるらしいよっていうのが去年わーっと盛り上がったんですが、なんとなんと、それをまたさらに超える、今後の3年間の、
永住者の受け入れ人数です。で、もう一回見ます。今度23年どうなのっていうと、23年が42万4210だったんですよね。それがこれになってる。だからもう去年計画してたのがすごく永住者増やすよねって言ってたんですけども、それよりももっと増やすよねってことですね、今年の発表で。で、じゃあどういう人たちを増やすんですかっていう内訳がここに書いてあるんですよ。で、いっぱい書いてあって分かりにくいかもしれないんですけど、ちょっとお話ししますね。ここの一番上のこのグレーになっているところ、ここは全員です。全部で何人の、永住者を増やす。そしてその内訳なんですけども、最初のこのフェデラルハイスキルド、これはね、フェデラルスキルドワーカー、フェデラル、カナディアンエクスペリエンスクラス、あとはフェデラルスキルドトレード、その人たち、その3種類がここに一緒くたになってますね。それがもうこの人数です。そして、このフェデラルエコノミック、パブリックポリシーズ、これがですね、去年、期間限定で受付をしたカテゴリーがあったのをお見せします。よいしょ、これ去年期間限定で、やった永住権、受け付けた永住権申請のカテゴリーですね。こちらこちらのカテゴリーが、この時に2万3万4万、合わせてだから、9万ですよね。そうですよね、9万人、はい、でしたけど、これがちょ、もう一回戻ります。はい、はい、ここです、ね。今年も4万人やりますよということですね。そして、フェデラルビジネス、これは企業とかですね、これはまあ、あんまり取らない、まあ、毎年全然取らないわけにはいかないからぐらいの感じの人数ですね。そして、ここのエコノミックポリシーズというのが、これは、期間、さっきの、このパブリックポリシーとは、とまた別で、一時的にこう、試しにっていうかね、作ってあるカテゴリーということで、ケアギバーのカテゴリーとか、農業のカテゴリーとか、ここに入ってますが、このカテゴリーで、1万人ちょっとですね。それから、アトランティック地方のプログラム、これはそんなに人数多くないですが、あとは、プロビンシャルノミニプログラム、これが州ノミネーションプログラムで、各州で、人物の選定をして、誰を永住者にするかというその審査を州政府がして、そして永住権を取るというやり方です。こちらが83,000で、これよりもね、多いですね。はい、なので、州の方に、随分重きが置かれている感じです。で、州のプログラムは、これはこの83,000人の中を、また各州でこう、割り当てがあるんですよね。で、その、各種の割り当てごとに州政府が、永住権の審査をして、人を選ぶというふうになっています。で、ちょっとケベック州の話は置いといてというか、ちょっとケベックは、ちょっと違う、ルールでやってますので、でこれは置いときます。そしてファミリー。これファミリーというのはカナダ人の家族になるというものですね。このファミリークラスはもう常に、力を入れています。カナダの、政府は。で、こちらも8万取りますよね。そうすると、このエコノミッククラスよりもたくさんの人数になっています。なので、カナダ人と、結婚する、またはカナダ人のパートナーがいるだけど、仕事もバリバリやってるから仕事の方でも永住権取れそう、どっちがいいかなって言ったら絶対こっちの方がいい、方が取る人数も多いし、まあ、なんていうんですかね、虚偽申告というか、なんか偽装結婚みたいなのじゃない限りはこちらで申請すればちゃんと通るので、そういう可能性がカナダ人の配偶者とかパートナーとかがいる、またはそういう可能性がある方は、まあ、こちらを狙っていく方がエコノミッククラスよりもさらに、受け入れ人数が多いということですね。で、それから、まあ、両親、祖父母の、ファミリークラス、はい、
で、ここより下は日本人はあんまり関係ないですね。難民とか恩赦をしてもらうとか、そういう申請の仕方ですけど、この辺は日本国籍の人は基本的にはもう日本国籍の人は日本の国に守ってもらいなさいよっていう感じで、この辺のカテゴリーは申請できないです。まあ、基本的に申請できないと思ってください。国に守られていないような人たち、そういう国籍の人たちがまあ対象です。ということで、ここより上を見ていただく感じにはなりますけれども。はい。ということで、ここまで、読みましたが、この太字のところがちょっとね、重要です。エクスプレスエントリーでの、移民の数は半分に今年は減ります。はい。で、2024年にはもっと多くに戻ります。ね、戻りますよ。これですからね。半分ですよね、今ね。2024年には2倍になります。はい。だから、今年よりも2024年の方が、カナディアンエクスペリエンスクラスとか、フェデラルスキルドワーカーとか、そういうカテゴリーは申請が通りやすいとは思います。はい。そして、新永住権パスウェイですね。去年とね、全く同じ申請条件になるとは思いません。今年は、各方面からの、情報によると、今年はなんかこう、もうちょっと、職種重視っていうような形になると言われていますので、去年と全く同じ申請条件とは限らない。まあ、去年のように期間限定で受け付けるパスウェイというのが今年もできるようです。はい。ということで、で、ここにも書いてありますね。家族の呼び寄せ。家族の呼び寄せというのはファミリークラスのことですけれども、カナダ人や移民の人と結婚するパートナーになる、これはもう常に重視していますので、審査期間ももう12ヶ月超えることはないのは、まあ、目標です。目標だからね、わかんないですけど、まあ、目標です。パンデミックの間はもうちょっとかかっていた時期もありました。はい、ということです。でですね、これを見て、自分はじゃあ今年はどうしたらいいんでしょうと思っている方が、まあ、たくさんいらっしゃると思うんですが、カナディアンエクスペリエンスクラスとか、フェデラルスキルドワーカーとかっていう、カテゴリーについては、エクスプレスも、ですけども、このエクスプレスエントリーシステムは一応やっぱり登録できる条件が整っている方は登録はしといた方がいいんじゃないかなと思います。で、審査が進むかどうかっていうのは、ちょっと今年はそのエクスプレスエントリー経由で受け入れる人数が少ないので、審査が進むかどうかわからないですけども、まあ、登録しとかないと絶対進まないので、登録はできる方はしといた方がいいと思います。で、それは登録しつつ、こちらのね、新しい、新永住権パスウェイですね。これの発表を待つ。で、これが発表があって、自分もこっちも申請できるねって思ったら、こちらの方も申請してみる。または、もう、エクスプレスエントリーの方は、取り下げて、こちらの方一本にするとかですね。そして、あと、州のプログラムの方も皆さん常に気にしておいてください。州ノミネーションプログラムは、相当数取りますので、州の、カテゴリーの方にも申請できそうな、ものがある方は、そちらの方にも登録の方はしておくといいと思います。州によっては、登録制度になっている、州と、あとは申請条件を満たしたらすぐに申請できるという、州とありますので、州のプログラムの方もよく見てください。州のプログラムについては、弊社の方では、この永住権カテゴリーの真ん中辺の各州のノミネーションプログラム、ここに、すべての州の、ウェブサイトに行くリンクを貼ってありますね。気になる方はそちらの方も見てください。必ず自分が住んでる州、自分が仕事をしている州のところを見てくださいね。申請を、この州のノミネーションはできません。はい、ということで、今年は永住権を、目指している方は、複数の付箋を貼るというか、複数、こっちもこっちもこっちも条件が合えば、
手は打っておくという形にして、どれが進むかわからないので、進み始めたものを選ぶという形にしておくのがベストじゃないかなというふうに思います。